This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special. ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の2世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。幸次郎、高取家に憧れる。その3。ドワーン、幸次郎です。おじちゃん、また来たんか。ここんとこよう来るね。マリン、春坊、おじちゃんからプレゼントばー。わーい。はーい、川端かるたです。これで遊び遊び。川端かるた？博多川端ばディープに入れとります。また川端かるたっちゃ、えれえ狭いな。うちのギフトショップで制作したんよ。いらんくない？どれどれ。正門払い、感謝の気持ちの大売り出しと、通りにはやたらと大家族仏具店。し、先生の背中にセミのトマット。博多弁の癖の強さば入れてみました。か、神谷ギフトショップの店主はバリよか男？めっちゃ手前味噌。これを売り寄るんか？そう、ちかっぱ作って売り寄る。ばってん、ちかっぱ売れ残っとる。やけん今ちかっぱただでばらまきやる。それでうちに？まだ車にちかっぱ積んどる。大輔くんも会社で配るんやったら50は渡せるばい。いらんわ。この札見て。うん。理想のファミリー、それは姉の嫁いだ西陣の家。全然博多とかやないやん。てかそれうち？めっちゃ指摘すぎんか。いやー、リーがなかなか思いつかんでね。リーちゅたらリボルビング払いとか臨時休業とかリンリン電話がリニとないとかしか浮かばんでから。幸次郎くんはうちみたいな家族ばもしたかとやな。はい、それはそうです。もう幸次郎くんはうちの家族やけどね。そこは断じて違うけどな。あのさ、ちょっと前のお見合いで珍しく相手が幸次郎に好意を持ってくれたって話聞いとったっちゃけど、その人幸次郎がお断りしたっちゃろ。嘘やん、こいつモテんやつやん。モテん、それはそう。でもね、幸次郎の仕事ぶりをよう知っとってくれて好意持ってくれた人がおったんよ。嘘やん、こいつモテんやつやん。二度目やね、それ。断った。相手の方から親との同居は絶対無理やら言われると、ほらどうしても高取家みたいな家族作りたいけん。幸次郎くんを好きになってくれる人と一緒になれば、そこには絶対幸せはあると思うよ。そうよ、別にうちは模範的な家族でも何でもないんやから。じゃあ逃した魚は大きかったっちゅうことっすかね。うん、大きかったね。バカな弟。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも
RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。